斉藤の高木です。というわけでですね、本日は、ご飯1キロ近くやっていきたいと思うんですけど、1回目がどこやったっけ？あ、サイズや。で、この前がガストか。本日はですね、ビッグドンでご飯1キロやっていきたいと思います。ドンキに着きました。というわけでね、説明していくと、1皿 200g あって、まあそれをいろいろ計算してきて、単品ライス5皿頼んだら 1kg になるらしいんで、単品でもいいし、ビッグ丼だったらやっぱりハンバーグだったりとかね、いろいろ頼んで完食 1kg していきたいと思います。それではやっていきましょう。はい、というわけで店内の中に入りました。店内の中に入りましたとかするんですか。というわけで店内に入りました。あれやね、俺らが間違ってさ、黄色のこと黄色色ってずっと言ってるよね。あ、なるほどね。これから頼んでいくねんけどさ、ハンバーグステーキとさ、バーグディッシュってこれ一緒なの？ハンバーグ一緒っすよ。じゃあこれが単品メニューってことやね。そうです。じゃあご飯を普通にまず単品ごぼ頼んで、適当にこんな辺から頼んでいったりとか。じゃあご飯と分けて食いたい人はこれと単品のご飯頼むんや。確かにさ、ビクドンの特徴的なとこってさ、全部器これ一緒になってるとこやんか。サラダもハンバーグもライスも、えびっくり鶏唐揚げとかできてる。ほんまや。前まで何だったっけ。え、なんかチキンキーやったの。カリカリのやつやんな。新しく唐揚げになってる。これ頼みたいね。じゃあ適当にライス5個とハンバーグや単品や頼んでいきましょうか。僕今めちゃめちゃのどか入ったからさ、森のリンゴスカッシュっていうの頼んだんですよ。ビーフの味方みたいな。ででで、やっぱこの量、日本昔話やって。今回頼んだのはエッグバーグステーキ、ポロポロステーキで、カリ鶏唐揚げ。これやばいのがさ、めちゃめちゃでかい。これ新商品やばいね。楽しみで、ライス5個分を1つにまとめてもらいました。ありがとうございます。それではご飯1キロ食いただきます。これやばくない？こうやって単品でさ、頼むの初めてかも。鉄板の上ってやっぱ美味しそうやね。で、このとろー具合、とろじゃあちょっとこのビッグトリプラーグいただきますね。これで500アフン、うまっ、すごいジューシー。マジで前の唐揚げ何やったっけ。まあこれもうまいけどね。ステーキ初めて食う。ビクドンにステーキなんて合ってんの？これレバーみたいなのすごい。食ってみて。どう？なんかレバーみたいじゃない？確かに。ああ、これだな。いや、マジでこれやばくない？顔ぐらい大きさあるよ。しかもこれが2つも。うん。やば、めっちゃ腹いっぱいねんけど。おばちゃんとかカメラマンに数は手伝ってもらいながら食べました。きつっ。救急したから一緒に頼みますか。いやー、2回目が届きました。頼んだのがこちら、フォンデュ風チーズバーグステーキで、イカの箱舟。これは結構有名なのかな。ちょっと面白いなと思って、もう一個箱舟があったんですよ。それがブロッコリーの箱舟。ちょっと格差ありすぎ。で、これはびっくりフェアのこと。以上です。すごいよ、チーズまとってる。どんだけかかっててもチーズすごいなとか思わんのね。で、まあこれはイカの箱舟ね。なんかこれつまみとかに欲しいよね。イカの焦げ目とチーズの焦げ目と相まってちょうどいい感じだ。このピーマンもうまいよ。全てのこうバランスが完璧というか。で、次これよ、ブロッコリーの箱舟とはマジでブロッコリーだけ。いただきます。どうですか、美味しいやろ。うまい。え、どちらがうまい？まあ、こっちですね。こっちですね。これビッグドンキーの裏側やけど、このバーグのタレをね、追加でもらえるんですよ。無料で。味薄くなってきたから。というわけで、どうぞおかず完食して、ご飯もあともう少しなんで、1品ぐらいおかず頼んで、最後完食しましょう。サクサクイカ唐揚げと、あと森のリンゴスカッシュ。以上で。はい、というわけでご飯1キロビッグドンキー食べました。
というかね、まあおかずはねちょっと手伝ってもらいながら半1キロここでライス5杯分を頼んで全て完食することができました。バーグディッシュ以外に一品とかさあ、こんなんもあるんやみたいな、ブロッコリーのコクとかさ、めちゃめちゃうまかったよ。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。またの動画でお会いしましょう。まあ一番美味しかったリンゴスカッシュだけど